にちは、元帥です、うん、久々に名古屋に来ております。久々の名古屋、移動まで少しだけ時間がありますので、ちょっとこの名古屋駅からすぐに歩いて行ける観光名所なんぞないものか、これから探索していきたいと思っているんですが、あちらが、名古屋 JR 名古屋駅 JR 高島屋のツインタワービルがあります。そこから現在国際センターの前まで歩いてきました。桜通りをそのまま歩いてくると、この交差点、ちょっと待ってね。ちなみにこれが国際センターなわけです。この国際センターで、もうとりあえず地下鉄的には一駅ぐらい歩いたことになるわけです。最近名古屋観光にも力を入れております。一応こうやって観光案内図みたいなものがあったりです。まあ、こんなもの見なくても今日は歩いていけるところをちょっとご紹介できればと思うので、このまま名古屋駅から桜通りをそのまま歩いていきましょう。で、桜通り沿いをずっと歩いていくと、桜通りを名古屋駅から栄の方面に向かって歩いていきます。もし、1月の、いつか、名古屋にいらっしゃる名古屋凱旋式典にいらっしゃるという皆さんがいらっしゃいましたら、名古屋駅で少し時間空いたなという時にこの辺り歩いてみたらいいんじゃないかななんて思ったりしております。このまま少しだけ歩くと、ちょっとだけ観光名所があるはず。それではちょっとだけワープしましょう。はい、まずはこの浅間神社を目指してください。浅間神社に、まずお参りしていただいて、でこの浅間神社からすっと前に出ますと、ここに読めますでしょうか。四元堂ではなくて、これしけ道と読みます。しけ道、ちょっと待ってよ、使い方がわからない。さあ、このしけ道っていうのが、4軒っていうのが約7メートル、7メートルの道幅のある道として、江戸時代に作られたっていう話を聞いたことがある。ここら辺実は割と町並み保存地区になっておりまして、4軒要は7メートル道幅があるものだから、火災を逃れるために、その何か火事があった時に延焼が起こらないために、4軒の大きさの広さの道を取ったっていうふうになってるんだそうです。だから割とね、これ実は戦災も、乗り越えているっていう形で、割とこの古い町並みをお店にしてっていうところが多いのです。じゃあこのまましけ道に入っていきましょう。